クラウリオ・ラニエリは、イタリア・ローマ出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。UC サンプドリアの監督を務めている。ローマ時代のラニエリ1973年に、エース・ローマで、プロデビュー。しかし、出場機会に恵まれず、2シーズンで6試合に出場したのみで移籍。その後は、カタンザーロ、カターニア、パレルモと渡り歩き。 主に DF としてプレー1985から86シーズンを最後に引退した。1986年より監督としてのキャリアを開始。イタリア株のチームを率いた後、1988年にカリアリの監督に就任した。同クラブをセリエ C1 からセリエ A まで引き上げる。この実績が認められ、1991年には、 ナポリの監督に就任。就任2年目に成績不振で解任されたが、衰えの見えていたディエゴ・マラドーナに代わり、若手だったジャン・フランコ・ゾラの才能を見出した。1993年より、フィオレンティーナの指揮官に就任すると、セリエ A への昇格に成功。1996年には、コッパイタリア優勝に導いた。 1997年にはスペインに新天地を求め、バレンシアの監督に就任。カウンターアタックによる攻撃スタイルを確立し、2シーズンの間にバレンシアを上位争いに食い込むチームへと成長させた。また、人材の育成や獲得にも手腕を発揮。下部組織出身のガイスカ・メンディエタやミゲル・アンヘル・アングロを育て、レアル・マドリードからサンティアゴ・カニサレスを獲得し、 生じいに据えた。アトレティコ・マドリードの監督を経て、2000年にイングランドのチェルシー FC の監督に就任。ナポリ監督時代の教え子空を中軸に据えつつ、フランク・ランパードやウィリアム・ギャラスを獲得し、未来のキャプテンであるジョン・テリーを抜擢する一方で、ベテランのデニス・ワイズを放出するなどチームの改革に成功した。2003年夏にロマン・アブラモビッチが、 新オーナーになると1億5000万ユーロを投じる空前の大型補強が行われる。期待が高まる中で迎えた2003から04。シーズンは無敗で優勝したアーセナルに次ぐ国内リーグに UEFA チャンピオンズリーグではアーセナルを破ってのベスト4と一定の結果を出したが求められていたタイトル獲得はならず。ダニエリはシーズン終了と同時に解任され。 ジョゼモーリーニョがその後釜に座ることになった。2004年夏、バレンシアの監督に復帰。開幕前にマルコ・ディバイオ、ステファノ・フィオーレ、エミリア,アーノ・モレッキといったイタリア人の戦力を集め話題になる。しかし、成績は振るわず、シーズン途中の2005年2月に解任された。パルマ時代空白期間を経て、2007年2月に、パルマ FC の監督に就任。 冬の遺跡市場で加入したジュゼッペロッシュの大活躍にも助けられ、就任時に18位だったチームを立て直し、最終的に12位まで順位を上げて、セリエ A 残留に成功した。パルマとは契約を延長せず、翌2007から08シーズンにより、セリエ A に復帰するユベントスの指揮官に3年契約で迎えられる。昇格直後のチームを率いて、リーグ戦を3位で終え、 UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。就任2年目の2008から09シーズンは、チャンピオンズリーグのグループステージでレアルマドリードに連勝したものの、決勝トーナメント1回戦で、チェルシー FC に敗北。国内リーグでも勝ちきれない試合が続き、2009年5月18日に解任された。2009年9月2日、開幕直後に辞任したルチェアーノスパレッティの、 公認として、古巣であり、出身地のクラブでもある AS ローマの監督に就任。実利優先の堅実なサッカーを導入し、チームを上昇気流に乗せることに成功。優勝したインテルと勝ち点2差の2位でシーズンを終え、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を得た。しかし、翌シーズンは一転して不振に陥り、シーズン途中の2011年2月20日に辞任した。 2011年9月22日、ジャンピエロがスペリーニの後を受けて、インテルの監督に就任した。契約期間は2013年6月30日までの2年間。7連勝を挙げるなど一時は好調だったが、1月末から休戦、勝ちなし、UEFA チャンピオンズリーグもベスト16で、敗退と低迷。ユベントスに0から2で敗れた後、解任された。2012年5月、 リーグでの AS モナコの監督に就任。2012から13シーズンは一部昇格に導き、大量補強をした2013から14シーズンは2位に導き、チャンピオンズリーグ出場権を得るものの、2014年5月に解任。2014年のワールドカップ終了後に、キリシャ代表監督に就任するが、成績不振により同年11月に解任。 公式戦の戦績は4試合で3敗1分け。UEFA ユーロ2016予選は最下位に低迷していた。シーズン開幕前に電撃解任されたナイジェル・キアソンの後を受け、2015から16シーズンから指揮を取った。堅守速攻の戦術を規定に据え、プレミアリーグ進となる11戦連続ゴールを記録したジェイミー・バーディ。 チームでの活躍を評価されナショナルチーム初招集を受けたダニードリンクウォーターとエンゴロカンテこのシーズンのピーフ年間最優秀選手賞を受賞することになるリアドマフレズなどの心境著しい選手を引き残留争いを演じていた前シーズンとは一転シーズン前半から首位争いを演じたシーズンを折り返した後も2位につけていた優勝争いの常連マンチェスターシティを 敵地エティハドスタジアムで破り主位を守るなど好調を維持。2016年5月2日に優勝が確定、レスターシティにクラブ創設133年目にして初のトップリーグタイトルをもたらすとともに自身も長年欧州各国の競合チームの監督を務めたにもかかわらず無縁だったリーグタイトルを初めて手にすることになった。翌シーズンは UEFA チャンピオンズリーグでは グループステージを首位突破したものの、リーグ戦では降格権に低迷。2017年2月23日、成績不振による解任が発表された。2017年6月12日、FC なんとの監督に就任した。2018年11月14日、フラム FC の監督に就任した。しかし、シーズン通じての悪い流れを変えることはできず。 2019年2月28日に解任された。2019年3月8日、解任されたエウゼビオディフランチェスコの公認として、エースローマの監督に就任2018の19シーズン終了まで監督を務めた。2019年10月12日、UC サンプドリアの監督に就任した。2020年8月1日現在、 アッコフ・フィオレンティーナ・バレンシア CF レスターシティ FC ありがとうございます。